シャローン、ウクレレフレンズの皆さん、こんにちは。今日も動画見てくださってありがとうございます。今日の Vlog はヤスレレをブラッシュアップ、こちらのパイナップルちゃんの続きをしたいと思います。こちらのね、ちょっと癖のあるヤスレレちゃんなんですけど、やっぱりね、すごく素敵な音がする、とっても可愛い可愛いウクレレなので、さらにさらに手をかけてブラッシュアップしていきたいと思います。今日はですね、何をするかというと、こちら見ていただくと分かる通り、パッとこちらにですね、サイドポジションマーカーがついていないんですよ。もう3000円ですからね、サイドポジションマーカーはなくて当たり前だと思います。で、サイドポジションマーカーって別にあってもなくても、この12フレットジョイントのね、ソプラノスケールだったらそんなにね問題ないと思うんですけど、やっぱりね、あればあったですごく便利なんですよねそしてやっぱりそういうサイドポジションマーカーがついてるっていうこと自体がいいウクレレだなというふうに思う一つのポイントだと思うのでこの子をブラッシュアップしていくにはサイドポジションマーカーを入れてあげようということでいきたいと思います。私、サイドポジションマーカーを、自分で入れたのは、過去に1回だけあって、こちらのアリア au2 のまほちゃん、こちらは自分で入れたんですよね。前にちょっと話したことあるんですけど、はい、こちらですね、まほちゃんはこうやってしっかり入ってますね。見えますか？5フレット目、7フレット目、10フレット目で、12フレットジョイントだから別に入れる必要ないんだけど、どうしても入れたかったので、この2つっていうのが、この12フレット目のポジションマーカー、これは、2ミリの、穴を開けて、そして爪楊枝を入れていますで、爪楊枝の色って木の色だから、ちょっとくすんでる、真っ白じゃなくて木のそのままの色なんで、ちょっとくすんだ感じなんで、2ミリのものでちょっと大きめに入ってるんですよね、サイドポジションマーカーとしては。で、他のサイドポジションマーカーが入ってるウクレレを見てみると、はい、こちらはウーマンウクレレのファンファンちゃんなんですけど、ファンファンちゃんはこんな感じで入ってます。白い、多分プラスチック素材のものが入っていて、5フレット、7フレット、10フレットに入ってます。12フレットジョイントだから12フレットは省いてありますね。で、見ていただくと分かる通り、こちらがまほちゃん。分かりますか？この大きさの違い。そう、こちらの方が小さいんです。径が。多分 1.5 ミリです。で、だいたい初めから入ってるのってこの 1.5 ミリなんですよ、サイドポジションマーカーって。私が持ってるウクレレは全部そうなんですけど。でね、この爪楊枝は色がちょっと真っ白じゃないんで、ちょっと見えにくいから、この2ミリがちょうどいい大きさっていうか、見えやすい大きさなんですけど、今回はやはりよりですね、いい感じにしたいので1.5 ミリでプラスチックを入れていきたいなって思ってます。では早速やってみましょう。 GO! はい、では今回用意したものはこちらです。ピンバイス、アートナイフ、マスキングテープ、ポジションマーク用のプラ棒です。で、ピンバイスなんですけど、今回はこの 1.5 ミリのドリルをつけて使いたいと思っていますけど、これ穴を開けるためのドリルですね。これってここに入れてこう調整するじゃないですか。なんですけど、一番きつく締めてもこうスポスポなっちゃうんですけど、どうしたらいいんですかねどうやって使うのが正解なんですかね。2ミリのやつだったらちょうど
カチッといくんですけど、それより細いものを使うときはどうしたらいいんでしょうか。まあなんとか工夫してやりたいと思います。では今回は5フレット目、7フレット目、10フレット目にそれぞれ1個ずつポジションマークを入れていきたいと思います。12フレットジョイントなので12フレットは省きます。先ほどのピンバイスはテープで径を太くすることによって一応今止めることができました。これで穴開けしていきたいと思います。このくらいかな。見えてるんだろうかカメラで。見えてないかも。とりあえず3つ穴が開きました。でここに感じで今穴分かりますかね。3つ開きました。このピンバイスが 1.5 ミリでこのプラ棒も 1.5 ミリなんですよ。で 1.5 ミリの穴に 1.5 ミリのものは入んないですよね。だからちょっとドリルでグリグリグリってして少し穴を広げて 1.5 ミリのプラ棒が刺さるぐらいに今穴をちょっと広げてあります。広げすぎるとね隙間が空いちゃうから広げすぎない程度にやってます。でここにボンドを入れて接着して切断していきたいと思います。今こんな感じでボンドを入れて
ポジションマークになるプラ棒を入れて、糊がつくまで放置します。で、ここのはみ出してる部分をこう切るのはどうしたらいいかなと思って、今このアートナイフを当ててみたんですけど、こう力が加わると抜けちゃうんですよね。で、今持ってきたのがこちらです。爪切りでパチッとこれを切ったら結構いい感じに切れたので、こんな感じでこっちも切りたいと思います。いいですね。これはいい方法。爪切りすごい。で、余分なボンドを取りたいと思います。こんな感じです、なかなかいいですね。で、表面がまだ今爪切りで切ってボコッとしてるので、その部分だけをナイフでちょっと削り取ってまっすぐにしたいと思います。はい、ということでこんな感じでポジションマーク、サイドポジションマーカーね、綺麗に入りました。美しい、上出来、やっぱいいですね。 1.5mm、私が前回入れた AU2 と比べてみようか。はい、こんな感じ。こっちが AU2 で、これは 2mm の爪楊枝が入ってます。こっちは今日入れた 1.5mm のプラ棒が入ってますね。 1.5mm 上品ですよね。そして白くてね、やっぱ見やすいですね、こっちの方が、こっちもね、なかなか味があるけど、いい出来栄えじゃないでしょうか。皆さんももしサイドポジションマーカー入れたかったら、ぜひぜひ挑戦してみてください。少しね、この平らにならすのに結構慎重にやらないといけないんですけど、器用な人だったらできると思います。いい感じ。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また続きお楽しみにしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。